バンビエンは、ラオスのビエンチャン県にある町である。人口およそ2万5000人。町は、ルアンパバーンからビエンチャンまでの主要な南北幹線に位置する。ナムソン川と緑豊かな山々に囲まれた静かな佇まいを持つ町であるが、1990年代に、入り観光地化が進められ、バックパッカーが多い。ラオスの主要な観光地の一つとなっている。町の、 主な特色の一つは、川と並行して走る、長いこと主に使われていない、滑走路である。それは、アメリカ空軍によりベトナム戦争の間に使われた。今晩エンの使われなくなった、滑走路は、リマ地域録と呼ばれていた。ラオスには、歴史上最も爆撃を受けた国という、かんばしからぬ名誉がある。国の多くの地域、主に、ホーチミンルートに沿った東部、そして、 北東部に多くの残された地雷のために歩くことが危険な場所がまだある。そして農民とその家族、彼らの家畜がまだ生きている地雷を踏むことは稀でない。バックパッカーの流入のために町は1980年代に発展し始めた。1990年代より急速に観光地化が図られた。小さな町に寄り添うように多数のホテルや、 ゲストハウスレストランがの木を連ね、ナムソン川を挟み独特の形状をした、石灰石からなる山並みが見える。観光の中心は、町の中心部を流れるナムソン川のカヤッキングや、チュービングなどのアウトドアアクティビティを中心に山裾に、数多く存在する洞窟や、小乳洞、滝の探検、トレッキングなどが中心となっている。これらは町中に、数多く存在する旅行代理店。 または各ホテルでツアーなどに申し込み参加することが普通。街中にはレンタルバイクが多く免許は不要。また、レストランや川沿いのコテージなどでハンモックに揺られたりしながらゆっくりと過ごす欧米人バックパッカーが多い。ありがとうございます。